にご紹介してまいります。大分は1アンカー2シャドー352の布陣です。ゴールキーパーは丹野、ディフェンダー3バック、右から若狭、そして新加入の高木、安川、アンカーに宮沢、右のワイドに松本、左にチェジョンハン、2シャドー丸谷と木村、2トップは森島と西です。サブのメンバー、ゴールキーパー清水、ディフェンダー坂田、松原、ミッドフィルダー村井、そしてフォワード小松、高松、林と入っています。一方の FC 東京のスターティングメンバー予想フォーメーションとともにご紹介します。ゴールキーパー権田、フォーバック右から徳永、加賀、森重、太田、ダブルブランチ米本と高橋、そして2列目ルーカス、東、長谷川、アーリアジャスール、そしてワントップが渡辺和馬です。サブのメンバー、ゴールキーパー塩田、ディフェンダーチャンヒョンス、ミッドフィルダー川野、石川、田辺、フォワード李忠成と平山が今日は起用されています。さあ、スタジアムの中でのボルテージも上がってまいりました。大分トリニータのサポーターは毎年ホームの開幕戦でコレオグラフィーを作っています。今年のデザインは J1 に戻ったこともありまして、大分の文字、赤と白で作ったサポーターの番号12を大分の王と日の丸に見立てています。日の丸は2011年から掲げている震災からの復興の願いも込められているということです。増田さん、はい、毎年大分のサポーターはこのコレオグラフィーをホームの開幕戦で作るんですけれども、今年も見事ですね。そうですね、まあ、すごく大変な、ね、仕事だと思いますけどね、選手のために頑張ってくれてますからね。さあ、いよいよ選手たちが入場してまいりました。4年ぶりの J1 大分トリニータ、そして今季はタイトルを狙っていきます FC 東京、両チームの選手たちが入ってまいりました。今日唯一のナイトゲーム、ここ大分銀行ドーム、 2013J リーグディビジョン1の開幕戦です。それでは今日の審判団ご紹介してまいります。主審は家本正明さん、副審は唐上聡さん、村上浩二さん、第4の審判は日高春樹さんです。主審の家本正明さんはプロフェッショナルレフリーで国際主審、一級登録が1996年の12月です。これまで J1 では154試合のホイッスルを吹いています。選手、サポーター、そして我々審判員とで一つになって素晴らしい試合を作り上げていきたいと話をしています。さあ、こちら田坂和明監督、大分就任3年目、全員攻撃全員守備のコンセプトそのままに新たなことにチャレンジしたいと話をしています。さあ、両チームの選手たちのシェイクハンドセレモニー、そしてベンチコートを脱いでいよいよ戦闘態勢です。おなじみの青いユニフォーム、大分トリニータ、そして今日はアウェーの白いユニフォームで登場です FC 東京。さあ、先にピッチに散っていったのが FC 東京、白いユニフォームです。さあ、これから両チームのキャプテンのコイントスです。さあ、こちらランコ・ポポビッチ監督が現れてまいりました。ではコイントスご覧いただきます。いいゲームをね、じゃあいいかな、けどもこれどっちか黄色と青と、行きます。ポイントスで FC 東京の森重がこのままのエンドを取りました。この後大分トリニータのキックオフで試合が始まります。さあ、そして先ほど少し、ポポビッチ監督が出てくるところが映し出されましたが、ランコ・ポポビッチ監督45歳、 FC 東京を率いて2年目です。標榜するつなぎサッカーは確実に浸透しています。2009年はシャムスカ監督の後を受けて大分の監督に就任しました。就任当初こそ勝ち星は伸ばせませんでしたが、シーズン後半10戦負けなしを記録しました。大分のサポーターにとっても非常に思い出深いポポビッチ監督が今日の FC 東京を率います。2013Jリーグディビジョン1の開幕戦、ピッチにもそして応援席にも緊張感が漂っています。
さあほぼ同時にエンジンが解けました。この後まもなくキックオフです。大分トリニータのキックオフで試合が始まります。家元さんのホイッスルで試合が始まりました。画面向かって左から右に攻めていきます。青いユニフォームが大分トリニータ、そして右から左へと攻めていきます白いユニフォーム。あーここは激しいチャージでボールを奪おうとしましたが、これは FC 東京ボール。 FC 東京左のサイドバック太田と大分トリニータは西です。白いユニフォームは FC 東京、右から左へと攻めてまいります。米本は右にボールを散らします。ここに徳永、徳永早速前に入れていきます。ボールをさあ、そして渡辺和真がボールを受ける、ボールをキープする、戻してルーカス、そしてどうだ、さあ長谷川、高橋、そして最初のシュートを放つ。いいですね、まあそこまでのフィニッシュまでの組み立てはね、非常にいいと思いますね。この試合の最初のシュートは FC 東京の6番太田光介が放ちました。まずは渡辺和真、ワントップにボールを当てて非常に素早いパス回しでシュートまで持っていきましたね。やはり前線でためが作れると、ね、どんどんこう上がってきますから、今のように流動的な攻撃できますよね。 FC 東京は4バック、左のサイドバックが先ほどシュートを放った太田、センターバックに森重と、チャンスですよ。さあチャンスを迎えている。ここは太田が左足で前線にボールを送ります。森島がチェイスをしました。これは FC 東京ボール、東が早いリスタート、森重、加賀です。センターバック森重と加賀です。そして右のサイドバックが徳永、ディフェンスラインでボールを回します。米本が下がっています。そしてまた大きくサイドを変えました。ここに森重、キャプテンマークの森重。FC 東京の方はやはりこうピッチをうまく幅広く使ってね、今ゲームを組み立ててますよね。米本が最終ラインに入って、そしてこのピッチを広く使って、その米本からのロングフィード、今中央にはルーカスが入っています。 FC 東京は 4-2-3-1 の布陣、そしてボランチに高橋と米本、そして2列目に右ルーカス、真ん中に東、そして長谷川アビアジャス。これはキーパー権田、はい、今日一番気をつけなければいけないのは今みたいなバックパスですよね。昨年よりもこの芝が若干長めなんで、横パスだったりバックパスっていうのはボールがこう止まりやすくなってるんですよね。まあそこら辺をこう気にしないと本当に失点につながるね、大きなミスになってしまうので、ね、気をつけてもらいたいですね。今日は非常にピッチコンディションの素晴らしい大分銀行ドームです。さあ右でワンツー、松本、森島、そして落としたところ木村入りました。しかしこのボールは FC 東京、このルーズボールは渡辺和真が拾いました。ドリブルで仕掛けていきます。右にルーカス、そして中央に東、さあルーカスに送った、戻します。米本はミドルもあるが、ここはしっかりと丸谷がついている。さあ東が斜めに走っていく。さあボールはルーカスがふわっと上げて、渡辺和真胸で落として、ここはまだキープしている。落として高橋は左を使います。太田光介、太田から前に長谷川、ここは若さがゆっくりと抑えて、まだボールは生きている。最後さラストタッチは若さです。 FC 東京のスローイン、今日スタメンの3バックの右に位置していますのが若さ、そしてこちら長谷川アーリアジャス。さあどうだ、シュート、東はワンタッチをアピールしています。大分の下部組織で育ちました東慶吾、2009年にトップ昇格、そして11年に大宮に移籍しています。そして今季から FC 東京のユニフォームを着ることになりました。プロ5年目 J1 では76試合で11得点を挙げています。大分の右サイドの松本がボールをキープしています。
戻してここに高木、新加入の高木です。左は安川、大分の3バック、あこれはボールをルーカスが奪いました。ルーカスから斜めに走った渡辺和真、そのままどうだ、シュートに持っていくか。一つこうちょっと大きく最後ね、ボールコントロールが大きくなってしまいましたね。そのボールを高木が蹴り出しています。2週間ほど前インフルエンザにかかってしまってちょっと体調を落としていましたルーカスですが、今日はこの開幕戦スターティングメンバーに名前を連ねています。おっと、ちょっとうずくまっています。なんか接触がありましたかね。膝を押さえてましたから、ここで、はい、膝と膝が当たったと思いますね。安川とボールを奪い合った時にルーカスの膝に当たったようです。さあプレーが再開しています。ただ立ち上がりから右サイドルーカスのところですよね、はい、そこからかなりいい仕掛けで、いい形作ってますからね。そしてワントップの渡辺和真につなげる攻撃を見せています FC 東京。さあ立ち上がり非常にアクティブに攻めています FC 東京です。ここは丸谷が左足でクリア。さあこの立ち上がりの5分なんですが、 FC 東京が非常にペースをまず握ったなという、そんな印象ですね。まあ、自分たちのやりたいことはこう立ち上がりからできているかなというのが見受けられますけど、はい、こう昨年もそうだったんですけど、守られた相手にどうやって崩して得点を取るかというところがね、その前までの段階は非常にうまいんですけど、それが取れないで負ける試合っていうのは数多く見られましたから、それが一つの課題ですよね FC 東京は。東ルーカス、そして高橋とつないでサイドを変えました。太田光介です。太田が仕掛ける。ここは松本の守備、まあ、今いい対応しましたね。自分は守備が課題、しかし田坂監督の指導を受けて徐々にその動きを覚えてきていると松本は言います。さあクロスボールを入れていった、これは丹野が抑えています。丹野も開幕スタメンのチャンスをつかみました。大分トリニータのゴールキーパー。試合展開としてはこういうようなね、 FC 東京がボールを回しながらポジションしてほぼ攻めの形が多くなると思うんですけどね、そこで点が取れないと大分ペースに徐々になっていくんで、まあ、今日田坂監督は FC 東京について個の技術が高くて攻撃的な選手が揃っている、この90分間神経を研ぎ澄ますことが大事、自分たちの良さを出して相手の良さを消す、それを90分続けることが大事だという話をしています。森島康人、増田さん、去年はこの森島がチームを牽引しましたね。そうですね、まあ、プレーもそうですけど気持ちの部分でね、非常にこう成長したところが見れましたよね。今季も結果を残したら人生が変わる、僕は代表に行きたいんだ、ゴールを取ってチームもそして大分県も盛り上げたいと話をしています森島です。では今日はここでピッチサイドから情報を伝えてくれますリポーターの成尾さんを呼んでみたいと思います。成尾さん、はい、大分にとっては4シーズンぶりの J1 です。まだ J1 では2007年以来。さあ渡辺和真、東切り返してシュート、バーに当たる。切り返しまではねうまかったんですけどね、最後東のシュートはバーに当たりました。さあまだ FC 東京のチャンスが続いています。その東がボールキープ、高橋、さあここに太田が入っていく。先ほどのシュートまで行った場面ですが、増田さんどうでしたか。切り返して、まあ、ちょっとこう振り抜いたんですけど、あそこをねもうワンランク上に行くんだったら、インサイドでボール巻いてねサイドネットを狙えるぐらいのちょっとなかったから行ったんですかね。こうコースを狙ってもね面白かったかなと思いますけどね。高木が跳ね返したボールを長谷川が拾って、そのボールを東へとつなぎました。
成尾さん途中になりました。ごめんなさい、よろしくお願いします。はい、トリニータ J1 では2007年以来6年ぶりのホーム開幕戦だと、本当にね多くのサポーターが駆けつけています。先ほどの見事なこれを見る選手たちの印象的な顔がねすごく引き締まった顔が印象的でした。一方 FC 東京サポーターもおよそ1000人駆けつけていまして、まあ、この時間ですねかなり寒いんですけれども、サポーターの熱気で開幕戦独特の雰囲気となっています。両チームどんなプレーを見せてくれるのか楽しみです。さあ宮澤から西へとボールが渡りました。西がドリブルで仕掛けます。加賀だ、加賀、ここは加賀が体を入れました。強いですね。これはラストタッチは加賀というジャッジで大分のコーナーキックになります。 FC 東京のディフェンスラインはセンターバックに加賀と森重、今ドリブルで仕掛けていった西が映し出されています。でも今ミスからですね、東京もミスからですからね。さあそして本気の大分トリニータのコーナーキックはこの7番をつけます木村が蹴ることが多くなりそうです。非常に精度の、ね、高いボール蹴りますよ。さあ森島はゴール中央、このボールをつなぎます。最終ラインの宮澤、松本、徳永のヘディングクリア、このボールを東、すぐさま攻撃につなげていきます FC 東京。大分の方は戻り早いですよね。相手ボールになって非常に攻守の切り替え早く、大分はすぐ自陣に戻りました。まあ、大分の方が今攻撃に重点を置くっていうよりも若干やはりこう守備にね追われてるんで、そちらにこう意識が高くなっているのは事実ですけどね。この奪った後ですよね、どれだけ前線に手数をかけて、人数かけてね、はい、いけるかってところになってくるんで。木村から左サイドに一旦出してまたゴール前にボールを出していきました。さあこのルーズボールは今度は松本が拾います。さあ松本がスピードを生かしてドリブルで仕掛けていく、右に森島がいました。しかしこのボールは高橋がボールを奪っています。渡辺和真、逆サイドにボールを展開します。徳永です。ここまではどちらかというと FC 東京のペースで試合が進んでいます。試合開始から12分が経過しています。徳永、東、ワンツーで渡辺和真、シュート、振り返ってシュート。いやー今のねダイレクトが何本か続きましたけど非常にいい形でしたね。徳永やはりあそこからカットインしてくるとシュートもありますし、本当ここら辺の作りなんかはうまいですよね。最後振り向きざまに渡辺がシュートを放ちましたが、これは大きくバーの上を越えていっています。 FC 東京らしいつなぐサッカー、ダイレクトでつなぐサッカーが見られました。今季もスカパーの J リーグ中継では両チームのシュート数をリアルタイムで表示していきます。画面の左上、両チームの名前の下にある数字が両チームのここまでの手元の集計によるシュートの数です。ここまで FC 東京が4本、大分トリニータはまだシュートがありません。さあ立ち上がり13分を過ぎましたけれども、ここまでの印象、増田さんいかがでしょうか。やはりこうお互いの特徴は出てますよね、攻撃力のやはり東京で、まあどうしても攻撃的には行きたいんですけど、今、ね、リズムが悪くてなかなか前線で食べができないんで守備に時間を追われてるんですけど、まあ、基本大分は守備がいいですから自分たちの、まあ、やりたいサッカーっていうのは、まあ、できてるかなと。焦らずね守備を失点ゼロで抑えるっていうところは今できてますからね。米本からの縦パスが東に入りました。さあまだ FC 東京の攻撃、東が非常にボールを触る回数が多くなっています。多いですね。加賀、そして米本、米本が先ほどから裏を狙ったり縦パスを狙っています。柔らかい左足のボールを入れてきました。さあ渡辺和真、しかしここはゴールキーパーの丹野が抑えています。まあ、どちらかというと FC 東京の方は右で作って左で最後フィニッシュっていうようなね、こうイメージは持っていると思いますよね。さあここは西が快速を飛ばしますが加賀がクリアしています。さあ増田さん、はい、試合もまもなく15分になろうというところなんですが、この試合で増田さんはどの選手に注目して試合を見ていきますか。
そうですね、中に入れていった米本のクリア、しかしまだボールが高く上がっている。このセカンドボール大事ですよ。落ちて米本、しかしこれが丸谷の前に落ちる。あ、これは再び FC 東京のボールになる。さあ話の途中になりました。今日はどの選手に注目を。そうですね、まだ大分の方は新加入の木村ですよね、決してこう派手な選手じゃないんですけど、コンスタントにレベルが高い、非常にハードワークできますし、自分で周りも使えますしね、決定的な最後の仕事はできる選手なので、田坂監督がやりたいサッカーにはこう欲しい選手の一人かなというふうに思いますね。一方の FC 東京では誰に注目していますか。やはりルーカスですよね。もう立ち上がりから積極的なプレーを見せてますけど、やはり本当にこうポテンシャル高いですし、点が取れる選手なので、やはり東京には欠かせない選手ですよね。今も東からルーカスに縦パスを入れようとしましたが、これは大分トミニータがカットしています。さあこのボールは森塩ですかね、よく触りましたね。 FC 東京はポポビッチ就任2年目、去年は ACL のハードスケジュールもありました、怪我人の続出もありました、そして戦い方を研究されたところもありまして、10位という成績でした。さあここで大分のコーナーキックはショートコーナーを使ってきました。さあ入れていく、どうだ、大分先制。最後森島が触ったか、若干触ったようには見えましたけどね、チェーの狙いは良かったですよね。ショートコーナーから大分トリニータが先制点を奪いました。前半の17分です。ジェが非常に低い速いボールを入れていきましたね。これは狙いはどういうボールを、シュートをカットインしたんでね、合わせニアにこう速いボールで合わせようとはしたって、シュートではないと思うんですけどね、触れなかったのか、ちょっと触ったのかちょっと見えませんでしたけど、狙いは本当にこうサイドネットに触らなくても行くようなボールっていうところはイメージしたと思いますよね。今記録では森島のゴールと発表になりました。前半17分の大分の先制点は森島です。 FC 東京はね、ここまで作りはすごく良かったんでね、もったいない失点ですけど、まだまだこう時間ありますからね、これでちょっと試合が動くとは思いますね。立ち上がりから15分、 FC 東京に押されていた大分トリニータがコーナーキック、ショートコーナーから得点をつかみました。前半17分です。去年14ゴールを挙げてチームを引っ張った森島のゴール、さあ西、おおっていい戻りで誰ですかね、徳永ですね。あそこら辺のダイレクトが出始めると大分もね、非常に面白い攻撃になる。今年はサイドだけじゃなくて、今みたいな中央突破の攻撃も非常にこう練習試合からね見られてましたから、はい、それが木村だったりこう森島前の4人がですね、非常にいい攻撃できますからね。先ほどの得点の場面です。チェジョンハンのこのボール、森島が最後触ったゴールです。さあ再びコーナーキックです。この試合3本目、木村が蹴ります。ファーに安川、森島がニア、木村のボールはでも精度本当に高いですよ。今季ギラバンツ北九州から完全席でこの大分にやってきました木村雄二です。得点が、大分先制点が入ってから少し風向きが変わってきましたか、松田さん。そうですね、ちょっとこう流れが変わったようには見えますよね。この開幕戦の先発、大分の3バックは右に若狭、中央に高木、左に安川。今西が積極的にこう森島がくさびをもらうために引いてきたこう裏のスペースに背後にね、ランニングしてますけど、そこをうまくこう使えるようになってますからね。
小笠原さん、はい、先ほど得点決めました森島選手ですね。新しいスパイクにも昨シーズン同様に左足三位一体12の文字刻まれてるんですね。あの年々成長が感じられる森島選手、今季の活躍にも期待したいところです。今シーズンの大分トリニータの初ゴールは森島でした。昔だったら開幕戦空回りしてガツガツ行ってた、でも今は違うプレーができる、自分が点を取れなくてもチームで取れればいい、ニアで潰れるのも半分自分の得点と、自分は近道を選ぶと空回りするんですと、そんな話で非常に冷静に自分のプレーを見ることができるようになりました。森島も25歳になりました。さあ太田光介、パス交換で米本、米本は先ほどから縦パス、そして渡辺和真の裏を狙うボールが多くなっています。長谷川からのボール、大分のディフェンス跳ね返す、ここは木村、しかしここは FC 東京が再びボールを奪い返します。米本、増田さん、先ほどあの森島の話をしましたけれども、はい、森島もこの年明け結婚しましたね。そうですね、入籍しまして、まあ、あの背負うものも大きくね、いっぱい大きくなりましたし、すごく、まあ、本人も自覚していると思いますね。そこら辺プレーミングでもこう余裕が感じられるようになりましたしね、まあ、昔の森島だったらこう味方にこう文句を、ね、言うシーンがすごく目立ったんですけど、今はそれがこう指示に変わり、本当にこうチームのために頑張ろうという、ね、姿勢は見えますよね。今は米本のボールを丸谷が奪おうとしました。ランコポッピチ監督はちょっと厳しい視線で今のピッチを見つめています。前半の21分が経過しています。大分の方はあのアンカーにいる宮澤が、ね、非常にこうバランスとって、ね、すごくいい働きしてますよね。目立ちませんけど本当こうサッカーよく知ってるなっていうプレーしてますよね。大分トリニータは 3-5-2 のシステムです。若狭、高木、安川の3バック、その前にワンアンカーで宮澤、そしてその前にツーシャドウ、丸谷と木村。さあ長谷川がボールを受ける、このボールを若狭が奪い取る。松本、この裏ですよね、こういうボールがだいぶこう多くなってつながるようになりましたね。落としたところ、ここは家元さんは FC 東京のファールを取りました。左に展開しようとしました。ルーカスがボールを触ります。さあ四方八方を高橋が見て、そして前の東にボールを送ります。渡辺、あーここは森島の前にボールが出た。ミシスーッと上がっていったのはマルタリ、左を使います。ここにチェジョンは逆サイド、松本も上がっていっています。中央に森島、近いところに西、ここはチェジョンは、しかしボールは加賀。さあ加賀はどうする、一旦キーパーまで戻します。裏にボールが出ました。さあスーッと走ってきた渡辺和真、高橋からパスですかね。高橋今打ってもいいと思いますね。ルーカスからのリターンのボール、高橋は長谷川を選択しました。まあ、結構前が流動的にポジションチェンジして動いていますからね、使いたい気持ちにはなるとは思いますけど、あそこもフィニッシュでもいいのかなという気持ちにはなりますよね。ここちょうどやはりあのボールはトラップしてもなかなかこうスペースないって難しいんで、シュート性のボールを、ね、行くと誰かが触ってゴールっていうシーンもありますからね。
高橋はプロ4年目、去年は日本代表にも選出されました。去年の12月に左足首の手術をしましてね、ちょっと今回は初めてメスを入れたということなんですが、この今季